こんにちは、ハリファックサポートセンターのミスターです。今日はですね、これからね、語学学校に入る皆さん、もういらっしゃる皆さんもいると思うんですけども、学校に入ってテキストを、もらったら一番最初にしてほしいことがあるんです。それは何かっていうと、名前を書きましょうとかっていうことじゃないですよ。テキストをね、買います。で、まあいいか、こんなこと、このエージェントの僕がこんなことを言うのもなんなんですけど、安くないです。本当に、安くないテキストブックです。で、なので、やっぱり、たくさんのことをね、皆さんに得てほしいなって思うので、テキストをもらったら、一番最初にね、やって、このテキストを使った、カナダでの語学学校での学習を、より良いもの、より効率的なものにするために、皆さんに意識的にしてもらいたいなっていうことをぜひご紹介したいなと思います。それは、まずですね、目次を見ていただくことなんですよ。で、目次を見るってどういうことかっていうと、シンプルに言うと、もうここに、これから学ぶことっていうのがもう全部書いてあるんですよね。書いてあるんですよ。なので、テキストをもらって、必ずしも、まあ、パート、ユニット1とかからね、モジュール1からスタートするわけではないんですけど、自分が入って、そのクラスに入ってテキストをもらったら、これ実際にカナダの語学学校でよく使われる、カッティングエッジとかっていうテキストなんですけど、見て、この章、この今から僕ね、今から自分が受ける、その語学学校の授業で使うテキストの、この章っていうのは、何ができるようになればいいんだっていうことが、を自分から探しに行くんです。自分から、何を、この語学学校のこのタームの授業は、このテキストを使って、自分に何ができるようになれって言ってるの？って。何ができるようになれば、私はこのレベルをクリアできるの？っていうふうに、自分の脳にね、聞くですよ。そうすると、その、人間の脳っていうのは、質問に対して答えを探し始める構造になっているので、なので、ここを意識して、探していきます。なので、自分が受ける、ところに、多分この本だったら、モジュール1のところに、そのモジュール1のトピックが、あります。トピックがあって、単語、どういう単語を勉強するのか、そして、どんなグラマー項目が入ってるか、っていうのが、もう、書いてあるんですよね。なんで、それを一度しっかり見て、ああ、これか。で、よくあるのは、文法の専門用語っていうのを、英語で覚えてる、日本語で覚えてるけども、英語ではわかんないっていうことは結構いたりします。例えば、動詞っていう、英語で何て言うかっていうと、verbs、ね、verbs って言うんですけど、じゃあ助動詞はあって、modal verbs とか、あと、まあ、question、まあ、question は question ってわかると思うんですけど、あと、前置詞は prepositions だったりとか、まあ、そういうね、専門用語も、英語のね、授業は全部英語なので、先生が使いますので、そこも、しっかり知ってれば、ちゃんと他のことも、授業は何言ってるか分かんないっていうことが減ってくるので、まず、目次、コンテンツを見て、テーブルオブコンテンツっていうんですけど、テーブルオブコンテンツっていうのを見て、あ、この、ここではこういうことを勉強して、こういうことができるようになればいいんだなっていうのを頭に、入れてから、授業に臨んでいくと、すごくいいなと思います。で、先生側の立場から言うと、まあ、僕もその、カナダの、例えば、語学学校で教えてる先生が、先生が、必ず取る資格を僕も持ってるんですけど、授業って、語学学校の授業っていうのは必ず、エイムって言って目的があるんですよ。何を教えるための授業なのっていうのを先生たちはすごく明確にしてからじゃないとレッスンプランってすごく作れないんですよ。なので、これは何を教えようとしてんだろうなっていうのが生徒側にあるっていうのはすごくいいことになるんですよ。なので、ぜひ、そういう
ね、目的意識っていうのを持って授業に臨んでいただくと、すごくいいんじゃないかなと思います。そうすると、ね、不思議にね、そのトピックのことが日常生活でも結構、新聞パッと見たらなんか関連するなんかことが載ってたりとか、誰かが話してるのが、その単元のトピックとなんか似てるっていうのは、本当によくあります。それはどうしてかっていうと、先ほども言いましたけど、僕らの脳っていうのは質問に対して答えを探そうっていう、機能があるので、脳が。ちょっとそういうのを利用してみるといいんじゃないかなと思います。語学留学もですね、授業も量も安くないですし、慣れるまでに時間がかかると、あっという間に、10週間、12週間ね、3ヶ月とか経ってしまうので、そうならないように、できるだけ早く、英語力の上昇を感じられるためには、しっかり準備していくっていうのはすごい大事だと思いますので、ぜひ、本当に些細なことなんですけど、目次を見てみる。で、自分に問いかける、私はこの授業、このテキストを使ったこの授業で、このターム、何ができるようになれば、よしなんだろう。何ができるようになれば、こんだけのお金と時間を払ったのにプラスになるんだろうって考えてみると、すごく日々が楽しくなってくるというか、もっともっとやろうって思えてくるので、いい勉強の状態になれるんじゃないかなと。思いますので、ぜひ、意識してみてください。それではまたね、語学留学に役立つ情報もお届けしていきたいなと思います。それではまた、ハリファックサポートセンターの水谷でした。